はい、ファイナルファンタジー13プロジェクトディレクターの鳥山です。よろしくお願いします。はい、ファイナルファンタジーの生誕25周年に新しいファイナルファンタジーの誕生を皆さんにお伝えできることを誇りに思います。今回私から皆さんに送り届ける新しいファイナルファンタジーはもちろん13です。13番目のナンバリング作品に連なる全く新しいタイトルになります。新しい13のコンセプトを表現するためにここにバラの花束を用意しました。バラにはたくさんの意味が込められています。情熱、愛情、美しさ、あなたに尽くしますなんて意味もあるんですよ。それから秘密、シークレットの意味もあります。謎めいていますよね。今回皆さんにお伝えする新しいタイトルにはこのバラの花のようにたくさんのコンセプトが詰まっています。ですけれども今日はその中でもたった2つのコンセプトを記憶に留めていただければ十分です。その一つ目のコンセプト、ライトニングリターンズ。私たちはこの新しいプロジェクトでライトニングを復活させます。もちろんライトニングとはあのライトニング様のことなんですけれども、英語でライトニングという言葉には雷の意味があります。その他にもひらめきや冴えたアイデアなんて意味もあるんですよ。ライトニング、ひらめきの生まれる瞬間、とてもクールな響きですよね。では私たちが復活させたいライトニングとは一体どんな存在なのか、まずはこれまでのライトニングを振り返りながら紹介していきたいと思います。ファイナルファンタジー13のライトニングです。当時ライトニングはファイナルファンタジーの主人公であることはもちろん、スクエアエニックスの顔であり日本のゲームを代表するアイコンといっても良い存在だったと思います。今回復活させるライトニングとはこの時のムーブメントそのものです。もう一度ライトニングを全てのゲームの象徴となる存在に復活させるのです。当時作った大きなポスターが今でも私のブースの後ろに貼ってあります。ファイナルファンタジー13の開発チームを見守り続けるライトニングです。このポスターに書かれている言葉があります。それは勇気です。真実を追い求める勇気。ライトニングは13の中で運命へ背く意志を貫き勇気を持って戦い続けました。僕らは誰も強いヒーローではありません。だからこそ強く生きる意志を持った人間に憧れライトニングをかっこいいと感じるのです。続いてファイナルファンタジー13-2です。13-2のライトニングは人間を超えて神の領域に近づいていきました。ライトニングは女神を守る騎士となり妹のセラたちの冒険を見守り続けていました。そして物語の最後、ライトニングは妹セラの思いを胸に留めクリスタルとなりました。クリスタルは永遠の時の象徴です。ライトニングはクリスタルとなり世界を見つめ続けています。ダウンロードコンテンツライトニング編の終わりにはライトニングはクリスタルから目覚め
見知らぬ世界で新しい第一歩を踏み出しています。あの映像は彼女の夢なのかもしれない、あるいは現実の新しい世界の話なのかもしれない。それは分かりません。だけど確かに言えることがあります。ライトニングの胸には希望の光があったのです。そしてその希望の光は今ここによみがえります。今回私たちが復活させるライトニングとは、この2作を超えるさらに強いライトニングです。新たなライトニングの姿はまだ秘密のベールに包んでおきます。ですけれども、キャラクターデザイナーの野村へ新しいライトニングをオーダーするときに伝えたことがあります。ライトニングは今回最後の戦いに挑みます。自らの伝説の終わりに立ち向かいます。彼女の持つ究極の強さ、挑戦的な目力を復活させてくれと、今回のプロジェクトではライトニングであること、ライトニングを見せること、そこに徹底的にこだわっていきます。例えば光、スピード、エレガント、彼女を象徴する言葉からイメージするアクションをプレイヤーの体験できるアクションとして表現します。ライトニングならではの方法でキャラクターカスタマイズを実現します。ライトニングであるがゆえに生まれるゲームプレイ、それがライトニングリターンズというコンセプトです。さあ、ライトニングの最後の戦いが今始まります。そしてですね、もう一つ、二つ目のゲームコンセプトのキーワードを紹介します。二つ目の大切なコンセプトです。ワールドドリブン、これが今作のもう一つのコンセプトです。この言葉は全く新しい言葉です。ググっても出てこないと思います。それでは分かりやすく説明してみましょう。これはファイナルファンタジー13の世界、コクーンを模したコクーン儀です。この世界に暮らす住人となったことを想像してみてください。あなたの暮らすコクーンは、その世界それ自体が動いています。地球が自転するように一日の時の流れが生まれます。そして地球が太陽の周りを回るように四季の移ろいがあるかもしれません。この動きのある世界を体験すること、世界の動きの中で自らの物語を作っていくこと、世界、ワールド、それ自体が動くことでプレイヤーのゲーム体験が大きく変化していくこと、この新しいコンセプトを私たちはワールドドリブンと名付けました。ワールドとはプレイヤーを取り巻く世界です。世界を取り巻く環境、生態系、エコロジー、そしてこの世界に暮らす人々のことでもあります。今作では新しく4つの大きな大陸をワールドドリブンで作り出します。このコンセプトアートには豊かな自然に彩られた世界が描かれています。ですがこの世界には大きな危険が迫っています。この世界は死に向かう終わりゆく世界です。世界の終わりの13日間を壮絶に描き出します。世界の終わりとは全ての人々の命の終わりです。ライトニングにとっても死が常に意識される世界となります。
これは砂漠のオアシスに築かれた集落のコンセプトアートです。この砂漠にも朝が来て夜が訪れます。夕暮れ時には怪しい盗賊団が活動を始めます。世界に生きる人々の暮らしを徹底的に作り込んでいきます。愛しい、かけがえのない世界となります。僕たちは終わりゆく世界、限られた命の時間をライトニングと共に生きていきます。世界に残された時間は少ないんです。その時間をどう使うか、残りの人生をどう生きていくのか、そんな人生の哲学までライトニングと一緒に考えることができる。それが新しいゲーム体験、ワールドドリブンというコンセプトです。ここまでライトニングリターンズ、そしてワールドドリブンという2つのコンセプトをご紹介しました。最初にたった2つのコンセプトと言いましたけれども、実はもう一つ、ワールドドリブンというコンセプトには隠された意味があります。この惑星は現実世界の地球です。ワールドという言葉には2つの意味があるんです。ゲームの中、ライトニングの暮らす新しい世界、そして私たちの暮らしているこの地球、現実世界。そうです、ワールドドリブンには私たちの現実世界とつながるという意味があります。今作ではゲームの中だけでファイナルファンタジーの世界を楽しむというプレイスタイルを変えていきます。例えば Facebook、 現実世界の僕たちの時間にさまざまな要素を通じてより楽しく長く遊べる仕組みを導入します。好きな時間に好きなだけこの世界に触れてください。ライトニング、そしてファイナルファンタジーが好きな仲間たちといつでもつながってください。この新しいゲーム体験を作るのは僕たちだけではありません。13の新しいゲーム体験は皆さんと一緒に作っていくのです。その第一歩として公式のウェブサイトと Facebook のサイトをオープンしました。これからさまざまな情報を更新していきますので、ぜひライトニングの新しい世界を一緒に楽しんでいきましょう。では本日最後になります。今作のタイトルを発表します。ライトニングリターンズファイナルファンタジー13。ライトニングをイメージして新しいロゴのデザインも力強く一新しています。新しいファイナルファンタジー、完全新作のライトニングリターンズ、そして13です。13ですから2013年に発売します。新しいライトニングと出会える日を楽しみにお待ちください。以上です。ありがとうございました。